SU-100Y はソビエト連邦の駆逐戦車である。T-100Y、SU-130 と呼ばれることもある。本社は量産が中止となった T-100 多方等戦車の車体に海軍の1 3 0ト、mm、ル艦砲を搭載した自走砲である。T-100 はもと,もと冬戦争において SMK、キロボルト -1 と競合実験される予定だったが、 T-100 と同様の多方頭方式を採用した SMK は早々に行動不能に陥り、その後、スクラップとなった。これらの過程で単方頭のキロボルトの優越が証明されたため、T-100 はまともに実践に参加することなく、お払い箱になってしまった。そこで3月1日より、T-100 は SU-100Y に回収され、法も車体も既製品であるため、 3月14日には完成、早速冬戦争に投入されるはずだったが、その翌日にフィンランドと休戦が成立したことで、やはり実戦には参加できなかった。その後モスクワの戦車部隊に配備されたところまでは確認されているが、独ソ戦など実戦に関わったという記録は残っていない。元となった T-100 がそもそも試作の2両しか存在せず、 SU-100Y も一両しか生産されていないが、これは、クビンカ戦車博物館に現存している。また 130mm 砲ではなく、152mm 砲を搭載した T-100Z や、別の 130mm 砲を搭載した、o v エクト103も計画はされているが、これらは、ペーパープランで終わっている。元の t に比べて重量が上がり、速度、 行動距離も下がっている一方、エンジンを巨来艇のものに換装したことで馬力は増強されている。独素船末期に現れる SU-100 は T-34 の車体をベースに 100mm 砲を乗せた自走砲であり、本戦車と直接の関連はない。ありがとうございます。